沖縄手帳発行人の時間。海の彼方発行人の時間。この番組は沖縄手帳を発行する前城徳七さんが沖縄手帳をめくりながらウチナーのことをもっと知りたい皆さんに沖縄の今日の出来事、沖縄の再発見、沖縄の再時期について語ります。はい、こんにちは。ユスヨチューガナヤムラ、また今週も沖縄の話をしていきましょう。今日は沖縄復帰記念日なんで、その話を主にやっていきたいなと思います。はい、よろしくお願いします。聞き手は沖縄留学中の FM 沖縄の田辺由紀です。今日も沖縄愛する国の大使をお送りします。さて、この番組を通して魔順沖縄の時間を取り戻しませんか。面白いコーナーをご用意しています。ティーチ今日の小読み、ターチ由紀の聞きたいこと、ナイチャーのユキが今更聞きにくい沖縄の常識を質問するコーナーです。ミーチ、そしてメインコーナー、沖縄の人に忘れてほしくない過去の出来事について詳しく掘り下げる沖縄の今日の出来事があります。ぜひ56分までお付き合いください。手帳発行人の時間では皆様からのメッセージや質問、リクエストを募集しています。ぜひご参加ください。メールアドレスは沖縄手帳@gmail.com okinawatechou@gmail.com。 またユーストリームツイキャスで映像と音声をネット配信しています。各局のホームページから見ることができます。そちらもお楽しみください。ツイッターも連動しています。気軽にツイートしてください。またサイマル放送もやっています。リッスンラジオで聞くことができます。全国のラジオ局から、九州沖縄の中の FM ギノワンを選んで聞いてください。パソコンでお聞きの場合は FM ギノワンのホームページに再生ボタンがあります。完全全編同時放送をお楽しみいただけます。それでは沖縄手帳発行人の時間スタートです。この番組は丸政印刷の提供でお送りします。沖縄手帳発行人の時間。今日の小読みです。今日の小読みを沖縄手帳からうんぬきやびら。今日は2018年5月15日火曜日です。旧暦は4月1日、仏滅、潮回りは大潮、晴天確率は 50%。 今日は新月ですね。満潮干潮時刻はこの後は満潮午後7時30分で202センチ、干潮はお昼1時9分で3センチとなっております。今日は差が激しいですね、潮位がね、新月なんで、はい、そういうことになっているんですね。はい、死ぬ間にも線香あげなきゃいけない日なんですね。あ、1日。はい。1日、そうか、15日。1日だし新月なのか。はいはいはい。そして
日の出日の入り時刻は日の出が5時44分日の入りは7時8分です、うん、日が長くなりましたね。日が長くなってきましたね、はい、7時過ぎまで明るいですね、はいはい、で沖縄季節暦では梅雨です。雨いつ降るんですかね。梅雨に入る前にかなり激しい雨が降って、はい、梅雨になるといい天気が続いてて、気象庁の予報を見ると梅雨の中休みっていうんですけどね、とっても爽やかですよね、はい、ほとんど梅雨らしい梅雨も降らなくて中休みが入ってるような感じですけどね、一番いい季節かもしれませんね。ヤンバルでは異樹の花が開花、随分咲いてますね。とか鉄砲百合とか随分あちこちで見かけますね。そうですね、はい、ヤンバルでは梅雨のことを異樹の花洗い雨と言います、うん、塩辛トンボ初見那覇で平均5月17日、うん、はい、でですね、今日は沖縄本土復帰記念日、1972年の今日です。1986年、県立芸術大学開学。1999年、県立看護大学開学。2016年、プロバスケ琉球ゴールデンキングス4度目の優勝。今日の出来事となっております。再放送をお聞きの方は5月20日日曜日です。ではユキの聞きたいことコーナーです。この今お読みした沖縄手帳のページ今週のページにゴヤ闘牛大会うるま市石川ドームって書かれてるんですけど、また闘牛大会があったんですよね。そうですね、はい、でまあなんか頻繁にあるなと、うん、で沖縄に来るまでは闘牛というものはスペインにしかないと思っていたんですけど、あれ沖縄にあるんやってびっくりしたんですけど。そうですね、人気ですよね、うん、はい、で一回見に行ったこともあるんですけど、どうでした？独特ですね。初めて見ましたけど、牛の迫力がすごいんですよね。すごいですね。土飛んできました。いやー、そのまあ闘牛大会に出る牛と、はい、小さな筋道ですれ違ったことあるんですけど、怖いですね。怖いですよ。接近したってことですね、はい、大きなトラックが走ってる隣を歩くような感じ。そうですよね。でなんか結構なんか好きな人も多いし、で身近に牛を飼ってる人とかもいたんで、あれ人気なんだなと思って。それはなんでですか？いや、特に2、3日前でしたっけ、昨日かな、新聞に、全頭闘牛大会の記事が載ってたんですよね、はい、で石川で開かれて、はい、全頭闘牛大会だったんですか、はい、こっち小屋って書かれて、うん、これはね、まあ、はい、これかもか分からないけど、これだったかな。うん、優勝したのが非常に面白い名前だったんですね。有心満心竜とかですね、イラミナ圧走大進撃とか、はいはいはい、名前も独特ですよね、はい、自由ですよね、なんか、はいはい、最近そのオーナーの経営している会社の名前を付けたのが多いような感じがしますね、はいはい、金城モータース号とかいうのも結構聞きますし、でもああいう闘牛が好きなオーナーはすごいですよね、うん、もう従業員も全て闘牛ファンで固めてるような感じで、取引先もね一緒に見に行ったりお祝いしたりして、すごい盛り上がってますね。なんかその、まあ、私の出身の方ではね、今日ちょうど今この時間葵祭りをやってるかなって、はいはい、なるほど、
あれね、ゆっくりしたね、綺麗な服着てゆっくり歩くやつなんですけど、なんかあれも水牛で実写でやるんだ、ね、あの全然ね、あの荒々しさというのがなくてですね、はい、すごいもうびっくりするんですよ、ああいう闘牛みたいなのは、うん、ちょっとね、はい、沖縄の人はそういう性格なんですかね、なんでかなと思って沖縄でもね、特に盛んな場所は中部ですよね、うるま市、はい、あの辺有名ですね、あの綾名闘牛場だとか石川の闘牛場だとか、はい、中部がとても盛んなような感じですね。あと沖縄と、あれ沖縄以上に熱心なのが、あの徳之島、はいはい、あそこはすごいらしいですね、うん、あのまあ当然ですけどギャンブルの対象にもなってるみたいですし、うん、特集会の徳田虎夫さんがそこの出身なんですけど、もう本当に熱心な闘牛ファンで、うん、小学校の時からお金を貯めて、うん、あの自分たちで賭けしてたと、うん、でその時闘牛の牛のオーナーになるのが夢だったとか聞いたことありますね。だから徳之島のなんか高速で牛を飼ってはいけないってあるんですね高速であるんですか。あるらしいです。いやすごいですねで沖縄で闘牛いつ頃かなということで見てみると、あの説明文には明治からと書いてあるんですけど、あれはあの闘牛大会ということで、ちゃんとした形でやるようになったのがその頃らしいんで、琉球王朝の時から闘牛は行われてるらしいんですね。で農家のいろんなイベントですね、アブシバレだとか、5月5日だとか9月5日だとか、ああいう行事の時に一つの余興として行われていたみたいですね。別にこの大会、この会場円形のああいうちゃんとしたとこじゃなくて、ちょっともうちょっとした広場とかで、あ、はい、あすり鉢状の場所でやるようになったのは明治の末頃じゃないかなという話なんですけどね。あ、キキマルさんが闘牛のゆかり号、かわいい名前つけるなと思いましたいや、はい、これはもう有名で、あ、そうなんですか、はいはい、あのまあ笑い話みたいな感じなんですけど、私も何名かゆかりさんっていう女性にお会いしたことがあるんですよ、はい、今だと50ぐらいかな。でこれもしかすると闘牛のゆかり号ですかったら、うん、ちょっと不満げな顔しながら、そうなんですよってああ自分の名前が付けられたってことですか。そうそうそう、はいはい、まあ、おっしゃったあのゆかり号は沖縄で一番有名な、はい、まあ、名優っていうんですかね、お、でしてね、キキマロさん詳しいですね。そうなんですね、あの優しい名前ですよね、うん、ゆかり号で、うんうん、で小柄なんですよね。大きな牛だとあの1000キロ1トンを超えちゃうわけですね、1100キロとかで、ゆかり号は、はい、1000キロいかない900キロぐらいで小柄なんですよ、うんところがとっても強くてですね、それでものすごい不安が増えて、なんとね、これね私見てたんですけど、あの41連勝したと言われてるんです。お、強いんですね。強いで全島大会の横綱になって、はい、横綱を、27連続防衛したという、この記録まだ破られてないんですよ。あ、なるほど、空前絶後の大記録をやったらしいんです。ですから今の闘牛大会だと大体3000名とか多くて5000名ぐらいらしいんですけど、ゆかり号が出た時は、うん、あの大きい時は、ね、2万人ぐらい集まったと言われてますから、へ、すごい熱気だったんでしょうね。スターですね。大スターだね。おその後で2代目ゆかり号、3代目ゆかり号が出て、それぞれ横綱になってるんじゃないかな。まで、ゆかり号があの最後に横綱27連勝をして、その後で負けちゃうんですよね。この41連勝の後で初めて負けて、それが引退試合になるわけですよ。ですごいあのゆかり号現象とかいうらしいんですけど、すごいブームが巻き起こってそ, うなんです、ね、その頃にあの生まれた女性に、うん、ゆかりという名前が多い強い女性にみたいな思いを込めて、はい、強いというか、はい、優しいけど強いというか、それが大体1968年か9年、あ、そうなんですね、はい、復帰の数年前ですね。多分あの
引退試合のインパクトがとても強かったんで、はい、すごいなってことになって、その後でゆかりという名前 の, あの赤ちゃんがたくさん出てきたんです。だから復帰のちょっと前ぐらいに生まれた方で、名前がゆかりとついていたらほぼ間違いなく親父さんが闘牛好き。私の知り合いの娘さんの子供をつけの名前をつけてる人もいたんで、うんうん、ね、女の子の名前、うん、はいはい、うん、あゆかりじゃなくてね、ミリアだったかな。ね、分かる人は分かりますね、あの牛ね、うん、まあ、よく熱心の一番とか言うでしょ、あの取り組み の一番最後の取り組みが C の一番、うん、ここであの横綱が対決するわけですよね、うん、でも好きな人は本当に好きですね、あのいろその 名勝負のことを延々と喋りますし。で牛は一旦負けると恐怖感が出て、はい、あの逃げちゃうらしいですね、うん、そういうなんかね心理的な心理的なのがあるんですよ ね表情とか見るのは面白いなと思ったけど、 でもちょっと血を見るのがわーって、はい、ちょっと私はうん、ええと思ったんですけど、はい、私も怖い方ですね。うん、そうか。あとキキマラさんが沖縄らしいといえば遠ヤギ、ヒージャオーラ製もありますね。あ、あるみたいですね、牛オーラ製とかヒージャオーラ製とか、はい、まあ、ヒージャはね牛に比べたらちっちゃいですけど、それでも迫力すごいですよね。そうでしょうね、角と角がね、うん、いやすごいですね。まあスペインはね人と牛なんですけどね、沖縄は牛と牛で、そうかそうか、はいはい、本土の徳之島とか、あとどこあるのかな、あの沖の生島とか、うん、四国の松山、うん、まあ、松愛媛かな、うん、あの辺も牛闘牛が盛んみたいですね、うん、みんな牛なんですね、牛と牛、はい、だから家牛はゆかり号も確か徳之島かどっかから連れてきて、ゆかり号は最初はあの闘牛用の牛じゃなかったらしいですね、うん、あの働く牛だったらしいんですけど、うん、その素質を見込まれて闘牛になって、あの未だ破れてない最大の記録を作ったという人なんですね。あ、いう人じゃない、いう牛らしいですね。スターなんですね、はい、牛犬陽光みたいなスターだった人はね。うーん、知らなかった。じゃあ結局沖縄の人はそういう、まあ、余興の一つとして、うんうん、農民たちの楽しみの一つなんですよね、まあ、うん、で去年ね、その石川闘牛場にあのゆかり号の記念碑ができてるんですよ、はい、で私これあのいつか見に行かなきゃいけないなと思ってまだ見てないんで、うん、はい、うん、あれかな、実物大ですかね。いやいや記念碑なんですよ。あ、記念碑か、あ、はい、実物大だと、まあ、1トン近い。銅像ではないんですね、はいはい、ぜひ見ていきたいなと思います。まあ、ちょっと分かったような、あんまり分からんような、うん、はい、まあ、あの50歳ぐらいの女性で、まあ、40、50歳でゆかりっていう名前の時に名前の方にお会いしたら、少しあのお父さんは闘牛好きだったんですかねって聞いてみると当たるかもしれませんね。このなんか喧嘩見るのがこのなんていうか、自分は喧嘩するわけじゃないけど、うんうん、こうなんか熱くなれるみたいな、はいはい、そういう感覚ですかね、魅力は。う、ね、うん、やっぱり迫力と、うん、まあ、牛の気迫っていうかね、うん、これがすごいんですよね。そうか、スペインと比べて人は横でヒヤイヒヤイ言ってるだけですもん。そうですね、はい、だけって言うとは分からないですけど、失礼ですけど直接対決じゃないから、まあ牛の心理を見ながらってことですね。あ、面白い世界ですね、うん、はい、でゆかりも確かね最初は負けてるんですよね、うん、でそれから立ち上がって、40何連続で勝ち続けたと。珍しいらしいですね、うん、じゃあ日本では沖縄だけではなくて一応南の方にはあるんですね、他にもやってるところが、うん、四国とか、うん、もちろんあの奄美大島もあるし四国もあるし、うん、東北にもあると思いますけどね。うーん、東京サミットってのやってますよ。
闘牛サミット、はい、で去年はあの沖縄で闘牛サミットの大会が開かれていたはずなんですね、はい、だから日本に、ね、あちこちにあることはあるんですね。サミットって何するんですか？その牛の、はい、あのそれぞれの有名な牛が盛んな場所から、牛が集まって全国大会やるとか、あの 牛自慢をしたりするとか、うん、だから沖縄で戦ってる闘牛は必ずしも沖縄で生まれたもんじゃなくて徳之島から来たり、うんうん、高知から来たりいろんなところが来たりしているみたいですね、うんうん、じゃあまた今度いつあるんですかね。しょっちゅうやってますよね。うん、結構多いですね。また沖縄手帳に書いてあったりするんですか？はい、でも多すぎるんでちょっと書けないんで、の新春全島大会だとかですね、はい、大きい大会だけ載せてる、載せてます。はい、わかりました。じゃあまた沖縄手帳チェックして行けるとき行きたいと思います。はい、私も、はい、近い石川にゆかり号記念の日を見て、はい、見に行きたいなと思ってます。はい、ゆきの聞きたいこと、今日は沖縄はなんで闘牛があるんですかでした。存在しない周りの色と影響し合って存在する、爽快、涼しげ、優しさ、燃える、色が訴えている、すごい感動の色へ、カラーマネージメント丸政印刷。2018年版沖縄手帳好評発売中。おかげさまで24周年、ぐーんと使いやすく内容充実、沖縄情報満載、旧暦やモアイ帳、沖縄関連の資料も掲載。沖縄を愛する人必携。サイズは2種類、色は4種類。沖縄手帳は書店またはネット通販で。色は単独では存在しない、周りの色と影響し合って存在する、爽快、涼しげ、優しさ、燃える、色が訴えている、すごい感動の色へ、カラーマネージメント丸政印刷。沖縄手帳発行人の時間。沖縄手帳発行人の時間をお送りしております。お相手は、はい、沖縄手帳発行人の前代です。沖縄留学中のゆきとお送りしております、はい、FM ギノワンのスタジオより生放送です、はい、FM コザ、FM那覇でお聞きのグスーヨンユタサルグトゥ、メッセージもお待ちしています。アドレスは沖縄手帳@gmail.com です。では沖縄の今日の出来事のコーナーに行きます、では最初にちょっとさっきメールが来てますので紹介しましょうかね、うんうん、はい、ハイサイおはようございます。沖縄手帳発行人の時間の皆さん、前代さん、ゆきさん、いつも貴重な情報感謝しております。ルドルフさんからです、はい、ありがとうございます。ライブで聞けないので録音を聞かせていただいています。15日、あ、今日は本土復帰記念日だそうですので、この話題が出てくるのではないかなということで前もってメールいただいてます。最近特に内地では固有の領土とか言われる政治家様が多くて呆れています。自分たちに都合のいい事実なるものを挙げるのが歴史の修正でしょうが、その語りが他なるものにどう受け取られるかを全く無視している言動には正直絶望しております。沖縄の方々が感じておられる本土復帰の意味を少し掘り下げていただければと思っております。グローバルと言いながら国という殻に閉じこもろうとしていていいのかなと思っています。その当時をご存知の前代さんには当時の沖縄の方々の意見、そして今から見た本土復帰を語っていただければと思っております。はい、はい、ルドルフさんからです。ルドルフさんがいつもあのかなり深い質問がきますね。はい、ありがとうございます。ではね、今週の、はい、じゃあメイン行きましょうか、はい、ゃ沖縄本土復帰記念日です。はい、今日復帰記念日ですね、1970年、昭和47年だったっけ、もう復帰から46年ですから、復帰の頃分からない人が随分増えてきました。
で去年が復帰45周年だったんですね。例年であれば大きなイベントがあるんですけど、まあ、区切りの日ですけどね、区切りの年ですけど、昨年は政府と県の対立がいろいろありまして大きな式典ができないと。で今年は46年ですから特に大きな記念行事もないといいとなってるんですけど、ここでね、これ去年も沖縄復帰の問題事件を取り上げたんです、はい、で今年もそれを取り上げていくんですけど、つくづく思ったのはですね、沖縄の人口で、復帰後に生まれた人の割合が調べてみたらほぼ半分なんですよね、今の時点で、はいはいはい、ちょうど半分ぐらいなんですよ。でじゃあ復帰前の世代、復帰のことを分かってる人ということで、まあ、小学生ぐらいはちょっと分かんないだろうなと思って覗いてみると、だいたい7割ぐらいが復帰の後に生まれた人ということになるんですよね。物心ついてる人だで言ったらもうじゃあ3割ってことです。はいはい、だん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 少数になってくるなという感じがしてきましてですね、だから復帰の前のことをよく知ってる人は少数派になってしまったなというのがあります。沖縄手帳の私が思うことの中に、やっぱ沖縄の過去の歴史とか出来事をもう一度思い起こしてみると、時間を取り返していくということも若い人たちに伝えていく役割があるんで、この事件のこともいろいろお話しさせていきたいなと思ってるんですよね。はい、で事件なんですか、事件っていうか、はい、大きな事件ですね、この復帰45周年の昨年に NHK が世論調査を行ってまして、ゆきさんの方にもその資料を渡してあるんですけど、はい、そのテーマがですね、本土との意識の溝の拡大ということなんですね、でここで何を取り上げているのかと言いますと、日本の安全にとって沖縄に軍基地があることが、まあ、いいことだと言いますか、まあ、容認しましょうという人と望ましくないという人に大まかに分けると、沖縄に基地があることについて、まあ、容認する、望ましい、あるいはやむを得ないというのが沖縄では 44% あるんですね、で望ましくないというのが 48% で、はい、望ましくない方が上回ってるんです、ところが全国で見ると沖縄に基地がある方が望ましい、またやむを得ないというのが 71%、で必要じゃないと、望ましくないというのが 20% ですから、かなり意識の格差があるわけなんですね。これ去年の調査なんですか、はいはい、復帰45年での調査なんです、で沖縄の米軍基地を撤去すべきだ、縮小すべきだという意見は沖縄では 76% で、全国では 56%、 20ポイントほど減るわけなんですね、そしてさらに NHK が強調していたのはですね、本土の人は沖縄の人の気持ちを理解していると思いますかという質問をしているんです、それに対して沖縄の方では沖縄の人の気持ちを本土は理解しているというのがわずか 19% なんですね、で理解してないというのが7割ぐらいあるんですよ、であと一つ質問をしてまして、ここ5年間ほどの間に、まあ、沖縄を誹謗中傷するような言動とか行動が増えたと感じるか、これ沖縄の県民に対する質問ですね、そしたら感じるというのが 57% で、感じないが 27%、だから3分の2が沖縄に対して本土の見方が厳しくなっているというふうに見ているということなんですよね。じゃあそれは具体的にどういうことが主な多いんですかというふうに聞くと、まあこれネットのことだと思うんですけど、基地反対運動が反日的だとかですね、あるいは反対運動にお金が出されているとか、勝手に基地の周辺に移ってきているとか、いうことなんですよ、例えば
何がオスプレイ反対じゃん、売国道は日本から出ていけとかですね、こういうふうな言葉が非常に増えてきてると。うん、これ分かんないんですけど、はい、そうみたいですね。これネットを見ると、はい、多いと思われますね、はい、こういうふうな差別的な言動が増えていて、はい、沖縄の人たちは自分たちは 見下されてるんじゃないかと、はいはい、あるいは差別されてるんじゃないかと思うような人が増えてきたということらしいんですよ。でこれは沖縄の県民の中で世代別に見るとまた面白い特徴がありまして、復帰を経験している世代ほどこの基地問題に対しては大変敏感なんですね。基地問題は明らかに沖縄に対する差別だと思っている人が多いと。で若い人はそれほどでもないと。で若い人はむしろ経済格差の方が重要であると考えているというふうに思っているんですよね。で今手元に復帰の時の1972年5月15日の琉球新報を持ってきたんですけど、そこに書いてある一面トップはですね、変わらぬ基地続く機能なんですね。続く苦悩です、悩みですね。で沖縄県厳しい前となお残る核の不安、今祖国に帰ると、そして、今日から通貨交換を行いますよってなってます。まあ、面白いのは屋良主席、復帰前は琉球政府の、トップは主席でしたね、屋良長病主席ですので、屋良長病主席が、沖縄の祖国復帰は沖縄の問題の解決への大きな一歩であるというふうに書いてあるんですね。だから、まあ、長官ですから、まあ、その前日に取材してるんで、その前日までは主席だったわけですね。で夕刊には沖縄県知事として屋良さんが出てくるというふうになってるわけですね。まあ、屋良さんは、まあ、多くの未解決の問題を抱えたまま復帰したと。ですから沖縄問題はの解決の一歩が踏み出されたんだということを言ってるわけですね。でそれとあと一つ の世論調査がありまして、これも紹介しておきたいと思います。これ内閣府が毎年やってますね、復帰に対する評価についてのアンケートっていうのをずっとやってるんですよ、はい、それを見ると復帰直後、復帰の翌年の1973年には復帰してよかったというのは 38% なんですね。で 悪かったというのが 53%、 数年間は復帰に対する評価よりも批判の方が多かったんですよね、うん、問題が多いというのは方がずっと上回ってました、うん、それが復帰10年頃から復帰してよかったというのが6割、問題があるというのが3割ぐらいになりまして、20年経った頃1992年頃から復帰してよかったというのが大体8割ぐらいで、復帰に対して不満があるというのが大体 10数%というのがここしばらくは続いているんですよ。だから当初復帰した直後にじゃあなぜこれだけの不満があって復帰に対する見方が厳しかったかというと、一つは基地問題がまだトゲトゲしい感じで残っていたわけですね、はい、二つ目は復帰した後の経済不安、経済の混乱なんですよ、うん、復帰直後にすごいインフレが起こって日本経済もオイルショックに巻き込まれて不景気になったわけですね、はい、でどうにか沖縄県の経済を良くしようと思って会話博を導入したんですけど、沖縄経済の起爆剤だというふうに言われて海洋博を実施したんですけど、残念ながらオイルショックにぶつかって全然盛り上がらなくて、逆に自爆大座と沖縄経済はあれでズタズタになってしまったと言われるような批判も出てきてるわけですね、はい、でその後徐々に経済が上向いてくるに従って復帰に対する評価が良くなってきているっていうのが状況なんです。でそのせいもあって先ほど言ったように、若い人たちの意識が復帰前の世代と変わってきているということなんですね。復帰前の世代は、基地問題についてはまだ本土政府に主張すべきだと、
反基地の運動をすべきだというのが非常に強い。それは復帰を経験して復帰前のことを知らない人たちはやむを得ないんじゃないかとか、あるいはもう動かすのは無理じゃないかというような気持ちが非常に強く出ているというのがあるんですね、うん、今ツイキャスにキキマルさん、沖縄での容認が 44% というのも正直意外でした。もっと高いのかと思いました。沖縄でのね、うん、はい、まあ、これはね 44% も大部分がやむを得ないという意見だった、ね、そうですね、内訳はね、はい、積極的にいいということじゃなくてはもうほとんどわずかで、はい、やむを得ないがほとんどです、うん、ですから長い間基地に対する戦いとか行われてきて全然動かないんでもう諦めるというのが多いのかなと思いますね。これまでの県知事の眺め動きを見てましても、例えば革新派が取って長い間やってやっぱり無理だみたいな保守になって経済振興してまた今度やっぱり基地に対する不満が起きて革新というかなそこに変わっていくとかね、それでもなお動きが取れない場合はまた経済問題重視法に変わっていくとか、うん、まあ、そういうふうな流れがあるんじゃないかと思いますね、はい、ただその中でじゃあ経済が良くなる、それでじゃあ本土が沖縄を理解してくれたんだという気持ちが起きているかというとそうじゃなくて、やっぱり解決されないで問題はずっと先延ばしされていますから、沖縄のことを本土の人が理解してないという割合はずっと高くなってきているわけなんですね、はい、この容認はもっと低いはずと言いたかったですってああそういうことか、はいはい、キキマルさんからです、うん、はい、さっき今言った本土の人は沖縄の人の気持ちを理解しているかという質問を沖縄の人にやってるわけですけど、はい、理解していると思うというのが復帰の時は 21%、それが途中で 45% まで上がって今は 26% に落ちてるわけですね、はい、で本土の人は沖縄の人の気持ちを理解していないというのが復帰直後は59とか60なんです、はい、それが一時は45% まで下がって今は逆に 71% まで上がっているわけなんです、ね、はい、だから復帰直後に沖縄の人が本土の人は沖縄のことを理解してないんだというふうに言ったのがあるんですけど、それよりもなおかつ、はい、今の方が不満が大きいと、理解してないんだと、うん、ですから NHK もその分析の中で意識の溝が広がっていると、はいはい、これをどうすればいいんだと、うん、いうことを言ってるわけですね、はい、で意識の溝が広がった範囲にその実態を知るほかないと思うんですよね、はい、復帰の時にどうだったのかと、うん、いうことを知らないとこの意識の溝というのは埋まらないわけです、はい、それで沖縄側だけじゃなくて本土の人たちにも理解をしてもらわなきゃいかん、うん、と思うわけなんです、そうですね、はい、じゃあどの具体的にどういうことを取り上げれば一番象徴的に分かるのかなと思って私が考えたのは、この復帰の年の前の11月に、国会でね沖縄返還協定の特別委員会を開催して、まあ、沖縄国会と言われてるやつですね、言われてるやつで、日本とアメリカの返還協定について審議をするという国会が開かれたんです、はい、これ沖縄国会と普通言われてますけどね、この時の状況を見ると、うん、よく分かるんじゃないかなという気がします、うん、でなぜかと言いますと沖縄側は復帰が近づくに従って復帰に対する要望が、まあ、核抜き本土並みと基地問題の解決を前面に出してくるようになったわけですね。でそれに対して政府側はまあ、本音は核あり、それから自由しようという意味だったんでしょうけど、それは言えないんで表向きはそうしますということを言いながら、うん、どうもそれが信用できないということで沖縄側はかなり強く返還協定に反対をしてですね、うん、核の撤去をしろと、で基地も撤去しろと、減らせと、本土並みにしろという主張をぶつけてきたわけです、はい、で復帰の前の年の11月の17日なんですけど、当時の屋良主席は本土政府の対応にかなり、まあ、不満を覚えましてね、これはもう最後のチャンスなんでここで沖縄県民の気持ちを伝えておかないと
後世に悔いを残す、はい、まあ、そういうふうに考えまして、沖縄県民から日本政府および国会に対しての、まあ、意見書、建議書というのを作成するんですよ、はい、復帰処置に関する建議書というのを琉球政府が取りまとめまして、これを国会に持っていこうとするわけですね。でその時に屋良朝苗さんは復帰の主人公たる沖縄100万県民を代表して、本土政府並びに国会に対して県民の率直な意思を伝えたいと、そして、県民の心の底から志向する復帰の実現を期してこの訴えをいたしますというふうに書いて県議書を持っていくわけなんですね。はい、で屋良主席がこの復帰の前の年の11月17日にこう羽田に到着をすると、でそれからホテルに向かうわけですね。ところがホテルに着いてのが午後4時頃なんですけど、屋良さんの日記にこう書いてあります。午後4時頃赤坂東京ホテルに着くと大勢の報道陣が待ち構えていた。何だろうと思ったら私を待っていて、先ほど衆議院の沖縄返還協定特別委員会で自民党が返還協定の強行採決をしたのでコメントをもらいたいと、思いがけない質問だった。あ、その強行採決したのもそれで知ったってこと？そうそう、知らなかった。はい、そんなバカなと言って、何を言っていいのか言葉にならない呆然自失、まあ、失望と混乱の状態で私は逃げるようにホテルの部屋に入ったというふうに書いてあるわけですね、うん、はい、つまり屋良主席はこの国会で意見を出して審議してもらおうと思ったわけです、はいはい、でさらに実はこれまたもう少し後で言いますけど、この日に、まあ、沖縄選出の上原康介さんがいろいろ質問をしているわけですね、はい、で核基地の問題をかなり鋭く追及してきたわけです、はい、で社会党の楢崎弥之助という議員もおりまして、岩国に復帰前の日本の岩国に核基地があってね、はい、あったということを暴いているわけですね。でその核を、ね、沖縄に移すということが実は水面下で進められていたということも暴いてしまうわけですよ、はい、で政府側はこれに慌てて十分な回答ができない状態になったわけですね、うん、でそしてその次にですね、今度は沖縄選出の安里摘千代さん、それから瀬長亀千代さんが質問をする予定だったんです、はい、でその質問が済んで1日ぐらい置いて政府の沖縄公聴会、沖縄の人たちから意見を聞くという公聴会が開かれる予定になってたわけです、はい、それで屋良主席もこの11月11日に持っていけば自分たちの建議書を、まあ、見てくれるはずだと思ってその日に羽田に飛んだわけです、はい、それがついてみるとなんと、まあ、3時ごろですけどね、まあ、屋良さんが移動している間に衆議院の方ではもう強行採決をやっているということがあったわけなんですね、はい、いやこの強行採決の議事録今ネットで見れるようになってるんですけど、これも見てみるとですね、例えば上原康介さんは自分たちが疑惑があってね、いろいろ具体的な資料を出してるのに政府側は全くあやふやな答弁しか出てこないと、はい、もう復帰直前なのにこれで困ると、まあ、こういうことを、かなり追及してるわけです、はい、そうすると最後の方になって、自民党の議員がね、これもう議事録に残ってないんですけど、もう討議を打ち切って採決してくれというような申し出するわけです、はい、そうすると議事録の中では、本件に対する質疑はとあって発言することを多く聞き取り不能というのが続くんですよ。で委員長がなんか発言してるんですけど、離席するもの発言するもの多く聞き取り不能、議場騒然の中で、午後3時16分に閉会となってまして、実はこの時にこの沖縄返還協定が採決されたと承認されたという形を取っているんですけど、国会議事録の中には承認を図ったということすら残ってない、はいはいはい、でも、まあ、政府側は承認されたんだということで、押してしまったわけなんですね。じゃあわー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 言って聞こえない間に、はい、もうやったと言ってました。呆れる。はい、ですから屋良さんはそれで相当ショックを受けたわけですね、はい、で翌日屋良主席は佐藤首長にお会いするんですよ。
でその場で講義をしたんですけど、佐藤主席は総理は沖縄に幸せされることはないと、核について再持ち込みが協議があった場合はノーというというふうに言ってるんですけど、実際はもうこの時は裏側で密約があるというのも明確になってましたね。だから国会の中でこの問題が討議されるんですけど、政府側は具体的なことを言えないとか、復帰前だからわからないとかいうことをずっと言ってたわけですね。でさらに、上原浩介たちが質問していくと、政府が言ってる核っていうのは核弾頭のことしか言ってないっていうことになっちゃいましたね。じゃあ核弾頭というのは飛行機にミサイルに装着をしている状態のことを言うわけですね、うん、ミサイルに装着していない核はじゃあ持ち込みとか核比較三原則の中に含まれるかというとすると、もうちょっとわからないというふうになって、とても危ういな状態になってしまったわけですね、ですからこの時に翌日やらし席が佐藤総理に会って、佐藤総理は約束はするんですけど、また外相も基地の削減は必ずやると言うんですけど、実際にはもう協定で秘密協定でやってることと全く裏腹なことを喋ってるわけですね、うん、でその喋ってることを国会で追及すると、すぐ強行採決に行ってしまうということがあって、屋良さんは佐藤総理が約束したことについてもう空約束だということを分かりながら残念な気持ちで聞いているという状況があったわけです、はい、だからこういうふうな大きな不満を抱えたまま復帰に向かっていったんで、うん、沖縄側では必ずしも本来であれば喜ぶべき復帰に対して、残念だと裏切れたという気持ちが強く出てですね、復帰当日の沖縄県復帰記念式典というのが東京と沖縄で政府が主催して開かれたんですけど、その隣では沖縄では那覇市民会館で開かれまして、その隣の由比公園では、沖縄処分抗議県民総決起大会が開かれるというふうな状態になってしまったということなんですね。で今振り返ってみますと、結果として佐藤総理が約束した基地の完全撤去、あるいは縮小、基地の縮小ですね、あるいは外務大臣が言った返還後基地は本土並みに整理削減するという約束は、残念ながらいずれも空約束だったということになっているわけですね。でさらに米軍の方で時間、アメリカの方で時間が経ってこの秘密情報が開示をされてくるんですけど、はい、その秘密状況の開示の中で分かってきているのは、基地の自由使用と緊急時の核持ち込みについて日本政府はあらかじめ認めていたとか、あるいは沖縄にあって ある米軍が沖縄に寄付をしたと言われているいろんな資産を日本政府はお金を出して買い取っていたとか、あるいは基地返還の時の返還に関する現状費用については日本政府が負担するとか、残念ながら国民には言わない裏約束がたくさんあるというのが分かってきたわけなんです、はい、で結果復帰の時点での基地は比べて全国で復帰の時には沖縄は全国100として47ぐらいだったと言われてるんですけど、 47% ですね。その後に逆に沖縄の基地が増えてきて、今7割ぐらいが沖縄に基地があるということで復帰46年を迎えてるわけですね。復帰にはいろんな問題がありますけど、一つの分かりやすい象徴としてこの返還協定のいわゆる沖縄国会の時に、うん、政府が相当無理な議決をして沖縄からの意見を全く聞かなかったと、うん、強行採決してしまったというふうなところから意識のズレがあると思いますし、うん、こういった事件について、沖縄の人も分かってもらいたいし、本土の人も分かってもらいたいなというね思いますね。ああ、もうじゃあ今もなんか反対運動が起こってやっぱり無理だったっていう、このもう最初からその繰り返しなんですね、うん、そうそう、口先ではどれか言うんだけど、うん、実際には押し付けるわけですね。で意見を聞かないと、うん、だからその中でNHK さんは、その報道番組
ですね、あの意識の溝をどうするかという報道番組で最後でつぶやいているのは、まあ、今年亡くなりましたけど、あの元官房長官の野中広文さんを取り上げているわけですね、うん、この人は、まあ、ご存じの通りで、あの沖縄に対しては非常に理解がある人で、何度も沖縄に通っていまして、はい、あの沖縄の歴史を知れば犠牲を強い続けてきたことが分かると、だから沖縄に寄り添うことの重要性が分かるだということを何度も語っているわけですね、まあ、沖縄の良き理解者の一人だったわけですね。その人ももう亡くなってしまいましたけど、まあそういう歴史の中で、まあ、今日があるわけです、はい、だからもう一度この歴史を自分でも振り返ってみたらとても面白いんじゃないかなと思います、うん、まあそういうことの中でちょっと音楽も聴いてみたいと思うんですけど、ちょっとあの変わりますけど、おじいじまのオリオンビールを聴いてみてください。この中に復帰の頃はというのはセリフがありますんで、はい、そこに注目、はい、今日は本土復帰についてそうですね、時間がちょっと足りなかったぐらいですね、はいはい、このおじいじまのルンビルの中に、あの戦後復帰を迎えた頃はみんな同じ夢を見た夢はいろいろある方がいい、夢の数だけあり乾杯って出てきます、はい、ここはいいなと思いました、はい、というわけで今日は時間となってしまいました。今週もありがとうございました。はい、はい、また来週、はい、沖縄手帳発行人の時間、丸政印刷の提供でお送りしました、はい、ワンウーイ火事に変
ですか？あの水。水？昨日の頃はね断水が多かった。来週も引き続きじゃあその復帰の頃。はい、断水の話しましょうか。わかりました。はい、はい、お相手は手帳発行人の前城さんでした。はいはい、存在しない。周りの色と影響し合って存在する。爽快涼しげ。